こはやっぱり日本の会社ならではの、うん、作りなんだろうなっていう。ウーバーイーツ頼んでないですよね。頼んでないです。すいません。すいません。そんなやつおる。そんなやつおる。やばす。はい、お疲れ様です。はい、どうも。ねえ、絶対名乗らないこいつら名乗ったところでってのはあるよ。いやいやいや、俺はね、俺はいやいやいや、スベルはまあちゃんと、いやいや挨拶の基本じゃない名乗るいいけどさ、なんか名乗る名乗るだったら名乗るんですけど、名乗る名乗らないってきたらバランス的に名乗らない方が合わせないのかなあ、裁量権俺に委ねられてるって。でもまあチュールの場合はちゃんと所属バンドがさ、うん、あるから名乗った方がいいと思う。あ、そうです、うん、はい、うん、あ、ディフーコンパニオンのベーシストチュールと申します。ディフーの言い方がちゃんとオタクだってじゃあね、違うね、俺が言いたいのは挨拶は大事じゃないの今日ね。大事なところ、今日大事なところ、はい、早速やっていきたいんですけどね、プリアンプ、ベースプリアンプね、僕たちちょっと今までいろいろやってきましたけどね、はい、サンズアンプ、シン Q やってね、MXR、ね、M80DFSDI までやってきたんですけども、定番と言われるものは、まあ確かにその2つだったのかな、2大巨頭、今でもそうだと思うんだけど、やっぱり他のメーカーもそこに対してやっぱね、壁を打ち破りたいというか、ね、2大巨頭を潰したいっていう思いはたくさんあるわけですわ。いろんなメーカーがいろんなものを出してきてはいるんだけど、やっぱりね、こう第3のメーカーとして今一番近いのかな、どうなんだろう、いや分かんないけど実際のとこいろいろあるんだけど、例えば汎用性がある、どんなシーンでも使えるっていう意味だとね、例えばその第3のメーカーと言われてるのダークグラスとかさ、はい、うん、メタル用の歪みとしてプリアンプとしてあるにはあるんだけど、やっぱどっちかというと歪みのがメインなのかなって、メタルとかで使うのがメインなのかなとかって俺は思ったりするわけですわ。まあヴィンテージってやつがあって、それは結構ロック寄りだとは言うんだけど、やっぱちょっと俺としてはもっと汎用性がある、どんな人たちも使えるっていうメーカー、はい、ね、信頼のあるメーカーから出てるプリアンプっていうのを第3のメーカーとして推していきたいなっていうのがありまして、そこで今日持ってきましたこちらですわ、ボスベースドライバー BB1X、 イエーイ、よろしくお願いします。はい、ちゃんと言えた、今回はちゃんと言えた、名前が、はい、こいつは、うん、語ってっけどさ、うん、音聞き分けられてないじゃんサンズもさねえ、詳しい方はこちらの動画をよろしくお願いしますね、前の動画見てもらえればわかるんですけどこちらの動画をね、ベーシストを語っていながらもねえ、サンズの音聞き分けられない、新旧のね音を聞き分けられねえのか、あれすごかったな、ダメだな、あれすごかったな本当にそういう方々が今ね、はい、そうなんです、第3の映画であるボスですね、押してるんですよ、僕的には、はい、はい、いや、どうしよう、喋ることなくなっちゃった自信が俺の中の自信がどうなくなって体勢を立て直さないと危ない危ない、いや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 、そんなの言うてますけどね、いや今回も一発ですよ、聞けば、うん、これね、ボスの史上初ベースプリアンプとして、まあ結構早い時期に出たのかな、ね、2010何年かな、ちょっと一瞬調べてもらっていい、放置いたしました、人任せか、ごめん、今回スマホで撮っとるからごめんな、そうだ、うん、そういよ、俺も本当は俺がもうやるんだけど、おじちゃんは俺なんか喋ろよせっかく調べてもらって もうなんかカットしますみたいな、そうそう、完全にカットする気満々だったけど今すまんね、すまんの、ひどい、後輩にすらんの、こんなこと2015年って言ってました、ね、なるほど、2015年だね、2015年か、うん、自分大学生、大学1年生成り立てです、年齢めっちゃ言うじゃんバレバレだよ今な、だから多分時期としては、ギターの方だけどさ、DS1 の DS1X とかさ、こう OD1X とかさ、デジタルでめちゃめちゃいい音出ます、ボスそろそろやりますよみたいな時期のやつなんだよね、だからこれ多分デジタルでの
やつなんじゃないかな、アナログじゃないんじゃないかなとは思うんだけど、作りとしては。で、はい、名前的にベースドライバーなんですよ。わかる？これ意味が。ベースプリアンプとして出してるんだけど、名前はベースドライバーなんですよ。ね、どこを意識してるかが丸分かりじゃないですか。もう対抗意識燃やしまくってるわけですよ。はい、あの こちらにございます、ね、サンズアンプベースドライバーをね、絶対意識してるの。いや、ボス結構ちゃんと喧嘩打ったよね。めちゃめちゃ喧嘩打ってると思う。で、あの津波もさ、だってもうボリュームブレンドローハイドライブなんだよ。すごいよね。めちゃめちゃサンズアンプ意識してるやつなんですよ。だから俺的には結構その歪みがメインなのかなっていう、このベースドライバーに関しては、うん、だからそのプリアンプではあるんだけどちょっと歪みがあって、で、まあ、その歪み方が、まあ、いろんなジャンルに特化してるよ、使えるよっていう感じなんじゃないかなと思うんだけど、あの俺一回ね、LINE では音流して自分で聞いたことはあるんだけど、やっぱ出音はすごい素直な印象ですね。うん、なんかあのサンズがいわゆるドンシャリでいくっていうのであれば、どっちかというとそうフラットな中に、うん、使いやすいこう帯域とか、ただね、あんま特徴がないのかな、もしかしたら馴染みやすすぎて、ああなるほど、個性がないのかなっていうのが LINE で聞いた感じの感想なんだけど、はい、これをこう実際にアンプにつないだらどうなのかね。やっぱアンプにつなぐと LINE でつなぐと全然違うから、そりゃそうです、うん、実際バンドで使うならどういう感じにねやっていけるかな、戦えるかなっていうところをちょっと実際ですね、今日ね、サンズアンプと AMXR とあとあの Q のサンズもね、はい、持ってきてますんで、ちょっとこいつらとね引き比べしてちょっと戦ってみたいかなと思いますんで、ちょっとやってみてもらいたいと思います。隊長よろしくお願いします。はい、じゃあまずはこうフラットな状態とクリーンな状態でやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあオールフラットな状態でオンにしています。はい、いきますよ。だけあってちょっと歪みが足されたかなみたいな、そうです、ちょっとコンプ感出たかなくらいで、ですごいなと思ったのは出音あんま変わらんくない、うん、そうですね、ね、そんなに変わった印象ないです、ね、なんかオンにした時とオフにした時バチバチに変わるみたいな、うん、変わったには変わってるんです、もちろんもちろんもちろん変わってはいるんですけど、うん、ただなんかわーっていう感じではなかった、うん、うん、そうね、思っ、うん、ちょっとエフェクトメーカーに引きずられてる。前回のね、前回の動画にちょっと引きずられてる。そう、なんか、そう、前回のね、エフェクトメーカーを知ってる人はね、あの、オンにした瞬間、わーってなる、あれをちょっと想像してたから、まあ、若干拍子抜けな感はある。うん、まあ、まあ、うん、うん。でもまあ、変わってるよね。そうだね。いや、ドライブ感がしっかり出てるよ。うん。フラット、完全フラットな状態で。うん。これはいいかな、面白いかなと思うんで。じゃあちょっと、弾いてもらう中でつまみをいじっていきたいかなと思います。はい。はい。ちょっと一回フラットに戻します。
すごいな、僕って言っちゃったすごいなと思ったのが、今トレブルとローマックス、うんうん、そうなんですか、すごくない、すごい、で今最後はドライブゼロ、でブレンドはマックス、すごいね、あ、そうなんだ、うん、そう俺ちょっと驚いたのが、なんだろう、すげえわかる、このセッティングにしたくなる気持ちはすげえわかる、わかるなぜかっていうと、わ、うん、かんないけど、なんかドライブ上げた時の、うん、ボス、毎回言うけど、うん、ボス臭さが、ちょっとやっぱ気になっちゃう、あー、なるほど、タイプの人だから。なるほど、なるほど、なるほど。そうだね、なんつうの、フラットの時の原音感が出る、うんうん、ね、色はまあ別に問題ないんだけど、うん、結構ドライブをがっつり上げすぎると、うん、臭いんだよねこれはね結構ちょっと苦手な鼻にくるタイプボスのかぐわしい香りがしたなんかわざとらしい、うん、はいはいはい、はいはい、歪み感というか、へー、ざわつきのある、なるほどね。いや、これね、結構今 EQ いじってと思ったのは、その、今、トレブルとね、ローマックスなんだけど、その、実用的な範囲で収まる。そうですね。あくまで、そう。あ、これいいよね、いいよね。あ、全然使えるじゃんっていう、なんかやりすぎだね感がそんなに出ないっていうので。常識の範囲を逸脱しない感じはあります、うん。全然マックスにしてもそんなに。で、まあ、そのドライブをゼロにすれば、全然クリーンな音で使えるっていうのと、あとね、何より驚いたのが、ブレンドをゼロにすると、EQ モード効かなくなる。ああ、そうだったんだ。そう、一瞬効かなかったなって思った。そうそうそう。ブレンドの効きは、EQ の効きはブレンドに依存する。あ、だから、ブレンドをがっつり上げることで、EQ の効きもフルに活用できるっていう感じ。はいはい。うん。だから原音これ混ぜなくてもワンチャンいいんじゃないかなっていう、ね、その EQ の効きを最大限に使いたければ。っていう感じには思った。なるほど、こういう使い方になるわけね。だその上でこう歪み感をどんだけ足すかなっていうところなんだけど、そうだね。割とマックスにするとあれだね、なんだっけ、ベースオーバードライブ。はい、はい。うん、黄色いやつ。はい。ボスの、あれに近いニュアンスはやっぱ出てくるかなっていう感じなんだけど、やっぱそこにこうデジタルなのかなっていう感じがするね。デジタルエフェクターっぽい、こう、音の作り方な感じがしたなっていう印象ですわな。俺的には。俺いくら？これね、俺買った時は中古で多分1万円ちょいくらい、1万1000円とか。調べよう。毎回値段がやっぱり、うん、なんかね、評価基準。あ、評価基準なので、ね、この音、この使いやすさ、この使い方で、
この値段どうなみたいな。そうそうそう。MXR とどこどこじゃない、17,600円です。税込みでサウンドハウスさんから、はいはいはい、17,000円、新品は17,000円、はい、なるほど。ではまあそっか、中古って考えるとまあまあ1万円台、ね、前半くらいかなっていう感じね。いやなんか今、うん、ツールがいらない言葉が出てきた。 MXR と同じぐらいあーそれ聞きたくなかった今ちょっとそっか、値段ってマジでね、 MXR とタメ張っちゃうとどうなんていうところになってくるわけね。やっぱ、はい、はい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 、ちょっとね、ちょっとね、うん、いやでもまあどうなの、使い方としてさ、うんうん、俺はそんなに深くはね、うん、わかんないけど、こいつを使うとしたら、うん、どう使っていくか ね、 くかね。なるほどね。じゃあちょっと俺が今度弾くんで、うん、はい、そこにちょっとチュールがいろいろやってもらって、ツールの音をね、あの評価聞いてみたいなと思います。はい、操作性についてちょっと自分気になったのは、はい、なんかそのハイローハイですね、それローハイのつまみがまあマックスからゼロまであって、うん、これの解像度が高いなって思いました。だから本当に本当にこの間のここが欲しいっていうところをしっかりと調整できるかなっていう使いやすさはあります。だから結構しっかり使うと思えばちゃんとなんかまだまだ使える部分っていっぱいあるんだろうなっていうふうに今の演奏の中では思いましたね、うんうん、
そうだね、細かいつまみの調整でもね、なんかローの抜け感とかがすごい調整できるから、はい、この一つのつまみの中でロー一つ取ってもすごく幅が広い、その変なね、こう行き過ぎ感はないけど、マックスにしても実用的だけど、でもその中でも間くらいにするとまた変わるとか、そういったことよね。そういうことです、うん、個人的にはこれぐらいそのレンジに対して一つ一つの周波数帯、細かい周波数帯の解像度が高い、まあ、機材というかエフェクターっていうのはすごくいいなっていうふうには思います。なるほど、自分だったらこういう機材は欲しいです。おー、すごい評価高い。 EQ に対してすごい、はい、言ってきて思いました。で、あとその今言ったその EQ の部分です、ね、うん、EQ の部分でロードハイをこう上げ下げ少しずつこうしたりとかしたんですけど、うん、あのそのさっき行き過ぎないって言ったと思うんですけど、あの本当になんか行き過ぎないって、これ裏返すと失敗しないと思うんですよ。失敗しないっていうことと多分同じで、だからガッて上げた、あ、もこっとしちゃったみたいなことはないです、うん、はい、上げ過ぎちゃった、あ、ちょっと耳痛くなったってこともないんですよ、うん、っていう意味ですと、なんか自分的にはこう手元にあってこれでなんかこう本当はこういう本当に間少ないこの狭い範囲内の音ちょっと突き詰めたいんだけどなっていう時に自分だったら使いたい。逆に、はい、このシンプルな操作性なんだけど細かい詰め方もできる。自分だったらそうします。すごいね。だ、俺は今の話聞いててさ、そのあ、失敗しないってことはそのやっぱ初心者の人に結構向けたエフェクターなのかな。そうです。ベースプリンアップ初心者の人でも、うん、あの簡単にいい音が出せるよ、楽な設定いい音出るよっていう立ち位置なのかなと思ってくる。でもチュールみたく結構やってる人でも詰めるようで使えるってことなんだね。なんか自分としてはなんか今までこういろんな、なんだろう、その歪み系って言ったら変ですけれども、そのドライブさせるエフェクターの中でここまでその解像度が高い操作性のこう密というか、うん、なエフェクターは出会ったことはないです。すごいね。個人的にはいいと思います、うん、おお、すごい、ありがとうございます。歪みはどうですか。歪みはですね、なんか自分が例えばですけど、まあ歪みのベースの歪みでいうと多分同じボスの、うん、まあ、黄色のオーバードライブボディとかとこう比較した時に、うん、やっぱりちょっとドライブのトゲトゲしさは黄色の OD よりは少なくなるかなとは思うんですけど、ただなんだろう、プリアンプとしてのドライブとしては自分は、うん、いい、本当にいい塩梅の範囲内でこう調整ができる、うん、ものだなっていう風に感じましたね。結構馴染みやすいのかなって感じだよね。そうですね。その馴染ませる歪みっていう。そう、まさにそうです。キャラクターとしての歪みっていうよりは、はい、うん、バンドアンサンブルに馴染ませるために必要な歪みを出してます。はい。うん。なるほどね。ベースドライバーなんていうさ、サンズアンプに喧嘩売ってるじゃんくらいの名前つけてる割には、方向性としてはちょっと別。ちょっと別ですね。サンズの音やーんっていう感じではないんですよ。ベースドライバーの音やんではない。ではないんですよ。確かにそうかも。だからそこに実はこのベースドライバーが持っている主張というものがあるんじゃないかなってちょっと使ってて思います。なるほどね。 OKOKOK。 じゃあ今ちょっとこのベースドライバーの音に耳が慣れたと思うので、ちょっとここからの歴代の我々の所有するプリアンプ人とちょっと戦ってみて、猛者たちと戦ってちょっと音聞き比べてみたいかなっていうのを思うので、ちょっとやってみましょうか。はいはい、じゃあここからですね、まあ、チュールにでベース弾いてもらって、で、他のエフェクターをね、ちょっと特化一回変えていって、まあ、それに対してコメントをしていくっていう流れでやっていきたいと思います。はい、じゃあまずバイパスからお願いします。はい。
やっぱサンズだね。サンズですね。個性の塊。もうオンにした瞬間サンズだもんね。ポチッフフって全員なってる。で、これねやっぱ大きな違いが、ブレンドはドライブのみに依存します。あ、そうです。そう、だからブレンドゼロにしても EQ はがっつり効きます。完全クリーンな状態でも EQ が効く。これがまず大きな違いだね。で、ブレンドを上げると音量も上がるんですよ。だからレベル結構下げることになります、はい、サンズの場合は。でドライブを上げると低音もめっちゃ増える。うん。でね、今見てほしいんだけどチュールに EQ 設定こんなもん、こんなレベル。おーおーおー、結構いい音作れたと思うけどこれくらいしか動かしたんよ。すげえな。逆に言うとこれ以上いくと一回さベースマックスにしたじゃん、なんかシンセみたいな音したじゃん。そう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 、もうねやっぱアメリカのね、アメリカ人が作った息継ぎ感どこまでもいっちゃう感じがこう出てるっていうことで、そうだから結構調整はシビアというか、ちょっと動かすだけで十分変わるよっていうとこ。逆に言うと細かい調整は確かにしにくいのかもしれない。うんうん。だこれがサンズの大きな違いだなっていう。まあ現行品サンズに関してはこんな感じですね。OK。なんかコメントある？なんか言おうと思ったんですけど、うん、もう最初の出音が上がってて、あ、サンズやんっていう。そうだね。やっぱ圧倒的サンズ感ある、ね。圧倒的サンズ感ある。OK、うん、ありがとう。さすがです。OK。じゃあ今度は Q サンズですね。Q サンズ。かなり初期型のサンズなんですけど、これもね、やっぱもう随分音が変わる。ドンシャリになるで有名ね。オンにするときはドンシャリになるっていう。さっきのサンズに関しては緑がついてるから結構腰は残ってたんだけど、さあこれがどうなるのか、さらにボスのベースドライバーと比べてもどうなるのかっていうね、はい、ちょっと考えて、ね、聞いてみてもらえればと思います。じゃあよろしくお願いします。はい、それじゃあまずクリーンから。これからオンにしていきたいと思ったんだけど、バイパス音が違くない？ちょっとそうなんですよ。さっきサンズ Q とシンでバイパスの音がやっぱシンの方が低音がなんか、そうですね、出てた気がするんだけど、はい、うんうん、やっぱそのバッファーみたいなのを通ると思うんだけど、そこのバッファーの性能っていうのもやっぱシンは上がってきてるのかなっていう。そうですね、そんな感じがします、うん、より原音に近い感じに、まあ、ニュアンス残してる。いわゆる音痩せと言われたものですね。そうだね、そうだね。それがやっぱ Q サンズだともう繋いだ時点で若干音痩せしてる感はあった、はい、うん、 OK、 まあ、ちょっとそれを踏まえてですね、はい、じゃあオンにしてみます、はい。
下げとる。むしろ下げてちょうどいい。日陰しか全然違うよ。何があったんや。やばくないこれ。すごいよね。いや本当ね、あのもう出過ぎくらいの感じだよね。あのね、これ何かっていうと、あのドライブを上げるともう低音も、ね、プレゼンス超広域みたいなとこも全部出てくるの。ああなるほど。全部前に出てくるから。もうドライブ上げちゃったら他の部分いらねえなって下げなきゃなっていう感じになって俺は今ちょっと下げた。それぐらい強烈なのか。強烈っす。びっくりしちゃった。すげえよこれ。全然違うじゃん EQ。 真と9でまずこんな差があるんだみたいなとこだし。あとそのレベル、あのブレンドを上げても音量は上がんないんですよ、はい、9の方は。なんならあのレベルは真ん中の状態だとちょっと下がる、そう物足りないくらいなんでちょっと上げたって感じ。うん。でドライブはがっつり上げてもそんな、まあマックスまですると、あのもう揺れてたけど、はい、シンセベースみたいな音が鳴ってたけど、でも多分そのこいつみたいな芯みたいな歪み方とはちょっと違う歪み方してたのかな、はい、割とねちょっと大人しめな歪みな気はするね俺。どっちかというとそうですね、 なんて言ったらいい、サンズの色はまあもちろんもちろんもちろんあるんですけど、うんうん、こうギラついた感じとしてもやっぱりモダンに合わせたのはやっぱこっちなんかなって。そうだね、印象がやっぱありますね。ね、いやでもやっぱこうサンズ感はしっかり残ってる。残ってる、うん、がまあ当たり前だけどね、サマホン家だし。押したらああああ押したらああ、サンズだ。いやそういう感じですわ。いいねいいねいいね。まあ、だボスのベースドライバーと比べてどう。ボスのベースドライバーと比べて多分ね中古市場値段は一緒。なるほど、うん、いや使用用途によるかな、うん、って感じがしますね。なるほどね。単純に値段で比較していいものかちょっと分かんなくなってきて、ね、はいはいはい、コスパみたいなところで言うとまだちょっと判断はしづらいけど、しづらいです、ね、うん、じゃあどう、その純正に比べた時になんか自分、あーどうだろうな、うーん、まあキャラ、まあ、全然違うから、はい、いい悪いっていう感じでもない。そうなんですね。ね、でも多分ベースドライバーって名前だからさ。で、シンが出たのが2016じゃん、確か。それぐらいでした。そうだよね、多分。だから、それより前に出てるわけ。はい。ってことは間違いなく Q を対象としてというか、Q に対して、おい、おめえやってんよ、おい、みたいな感じで来てるんだと思うんだけど。なんかそれ言われたら納得する感じはする、あるかな。あ、本当に？ Q に合わせに行ったって言われたら。だから、うん。同じベースドライバーって名前だけど俺の方が使いやすいんじゃないっていう、なんか俺の方がもうちょっとしっかりと、うん、あのなんていうかしっかりとその突き詰めるところ突き詰めることできますよみたいな、はいはい、そういう主張を感じますね。ああなるほどね。君はあのこことここをざっぱりこうするんでしょ、違うよ、自分はここのところこれだけこのミリのこの単位でっていう、ああなるほどね、感じの主張が、はい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 、自分がちょっとあるか。なるほどなるほどなるほど。ちゃんと喧嘩売ってる感が。喧嘩売ってる感はですね。喧嘩売るとしたら多分そこしかないんじゃないかな。なんか逆にね。なんか、いい悪いとか、うん、どっちが素敵かとかそういうのじゃなくて、うん、なんかこう、それぞれのステータスを見たときに、うん、もしこれが、うん、散々喧嘩売るんだったら、うん、一番は多分、自分だったらそこをポイントにしてどうやって。だから、歪みかどうかっていうより、やっぱ EQ の聞き方って、プリアンプとしてのみたいな、うん、そうです、そういうとこが強いってことね。強いです。なるほどね。いやおもろいね。
そういう感じになるんだ。どうしたの？いやどうしたのって、結構さ、うん、ヴィンテージのボスのさ、昔のやつとかってさ、うん、ここがラベルがとかさ、あったりして、うん、あどんな感じ、ここのネジも金属、ね、金属ネジがあったんですね。あと思って、それ見ただけ。ボスマニアとしては。自分は。ボスマニアじゃないよ、そっか、すいません。オッケーオッケー、わかりました。じゃあ、あと MX あるかな。ではですね、最後、今日チュールが持ってきてくれました、はい、MXR ベース DI M80 ちょっとやっていきたいんですけどね、はい、まあ、これはどうかね、まあ、比べると言ってもね、クリーンチャンネルで比べるもんでもないのかな。でも、そうです、まあ、でもカラースイッチオンにした状態でまずは比べてみて、で、まあ、その後ちょっとディストーション入れて、ディストーションのかかり方とか歪み方とか、まあ、チュールのおすすめのね、ブレンドゼロにした使い方っていうのもちょっと、はい、音聞いてもらって、まあ、EQ もちょっといじってみてちょっと判断してみればなと思います、はい、はい、じゃあやってみましょう。お願いします。バイパスも優秀だね。あの本当にこのベースの音そのまんま多分取るね。本当に本当にすごいね。なんか分かんないけどちょっと持ち上がってない、なんなら気持ちね、気持ちです、なんか弦音そのまま、ね、なんか弦音にするために持ち上げたみたいな。そう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 、出せさせないためにみたいな、補正したみたいな。すごいね。そうそうそうオフの状態でこんだけ話せるってすごいね。まだオンにしてないんですよ。OK。じゃあ、オンにし
まあ最終的にはこんなセッティングにしたいと思います。うん、そうですよね。おお、まあ、やっぱそういう感じですね。ディストーションオンにして、ブレンドゼロにしてっていうね、はい、チュールおすすめセッティングで最後やってみたんだけどね。どうすか、聞いた感じ自分では。なんというか、うん、自分が思っていた以上に、うん、もっと出せる部分あったなっていう、あもっと使える部分ってあったなっていう。なるほど。要するに、うん、なんか自分がまだまだ使えてなかったっていう、ちょっと己に対する恥がちょっと。まあだからその歪みって部分とか特にそうだよね。そうですね、歪みの部分は、うん、歪みの部分だから結構あの原因をすごい下げた状態でブレンド結構上げてみるとか、はい、うん、で逆に結構ブレンド下げた状態で原因上げてみるとか、そういったのでまだまだこうディストーションとしての枠というか歪みとしてのね、ボスのベースドライバーとかね、あのサンズとか聞いてもらうとやっぱ歪みっていうのも割と、ね、キャラクター作る上で大事だったりするんだけど、はい、そのキャラクター歪みでのキャラクターっていうのも多分 MXR は全然いけてやり方次第なのかなっていう、うん、うん、俺歪み好きだからどうしてもちょっとそこをねちょっとやってみたくなったんだけど、それがボスのベースドライバーはいと比べるとどうですかっていうところですよ。いやだでも低音のさ、めっちゃカラーチャンネルオンにしてベースめっちゃ上げた時のベース流れ方ってもうサンズと同じレベルだよ。そうですね、ボーンボーンめっちゃ揺れてたもんね。出力や範囲、うん、レンジに関しては、うん、多分サンズと同じレベルだとは思うんですよ。そうだね、まあ、ただこう歪ました時にそのサンズみたいな低音感も保ちつつの歪みっていうのがちょっと作りにくかった気がする。そうですね、うん、どうしたらやっぱ中から歪んじゃう、内側から歪んじゃう、それかもちょっと弦音めっちゃ聞こえるくらい、そうちょっとうっすら後ろで歪んでるくらいにしないとっていうね、いいブレ、いい塩梅のブレンドが歪みっていう意味ではちょっと作りにくかったな今はっていう印象ではある。やっぱりあれなんですかね、そのサンズと比べた時に、うん、サンズはドライブですもんね。うん、そうね、こっちはディストーションなんですけど。なるほどなるほど、やっぱそこの違いが今回ちょっと弾いてみて、あやっぱこんだけ顕著に出るんだなっていう感想は持ちました。うんうんうん、でただこのディストーションっていうのは多分 MXR 的にはそのうっすら後ろで鳴ってるとかバンドになじますっていう方だと思うんだよね。っていうことは意味合いとしてはベースドライバーと近いわけだよ。近いですね。ベースドライバーの歪みってもキャラクターとしてはそんなに強くはないけど、バンドになじむような歪みなんじゃないのっていう見解だから俺たちとしては多分、うん、用考えてた用途としては多分どっちも同じだと思うんですけど、MXRの方は多分もう出力として、うん、まあ、こんだけ上げればディストーションとして使えますよっていう感じだったのかなっていうイメージはちょっと持ちます。うん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 、これを踏まえてどうすか2人は、ベースドライバーと MXR で、じゃあ MXR からベースドライバー乗り換える？いやー、ちょっと MXR が好きな私にとってはちょっとこっちには使用用途を考えると思います。そうだね、なるほど、ね、なんかその解像度が高いってちょっと思い出したんですけど、うん、我々普段 DTM、うん、DTM で例えばミックスをするときにこうイコライザーを画面でいじるじゃないですか。あれはもうデジタルなんで数字をなんか 0.、うん、なんか何十点何何何何何まで結構細かいところ設定できると思うんですけど、ねね、これがこのアナログの操作じゃないですけど、うん、でもなんかこう直感的にできるかなっていうそれぐらいの印象はありました、ね、なるほど、はあはあはあ、本当にわずかなここを狙ってっていう、なんかそれって多分すごくデジタル、今もデジタルって言ったけどさ、そうデジタルっぽいよね、そういう EQ の聞き方を考えると、はい、デジタルの良さがすごい出てるのかなっていう、うん、なるほどなるほど、面白いね、そうか、そういう結論ね、オッケー、わかりました、ありがとうございます。はい、じゃあそんな感じでですね、今回ボスのベースドライバーやってみたんですけど、いやーなんか思ったのと違う結果結論なんか我々が多分考えていた結末って、うん、こっちよりすげえじゃん、断然すげえじゃんか、うんうん、いやさすがにやっぱりこっちの方に軍配が上がるか、うんうんうん、みたいな結末を予想してたんですけど、そうだね、なんかさ俺はちょっと今までちょっと今日勘違いしてたな、今までベースプリアンプに対してっていう認識をね改めなきゃいけないなってところは、やっぱり俺はもうなんかプリアンプのキャラクターがすごい大事みたいな、はい、うん、このプリアンプといえばこの音だよねみたいな個性みたいなのがすごい大事なのかなっていう感じだったね、はい、だから俺はサンズが好きだし、うん、
だどんだけ強く個性が出せるかなっていうのがプリアンプに関しては大事だと思ってたけど、今回ので言うと、まあ、チュールがすごい言ってくれてこう、ね、ベースの EQ の聞き幅とか掛け聞き方かかり方っていうか、はい、細かい調整がこのつまみ1個でできるっていうところと、あと外さない外さなくて初心者に優しいっていうところとかがすごくそういう意味ではフォーカスして作られてる、こう一つの目的に対してっていうふうには思った。面白かったです。だからちょっとベースプリアンプに対してのまた考えがガラッと変わるような今日ね今回回だったかなと思いました。はい、じゃあちょっとロイヒの感想聞いてみますか。いや、なんか、うん、ごめんね、うん、俺は正直、うん、サンズと MXR2 大巨頭だなって思った。あー、なるほどね。もう、うん、完全に2大巨頭。おー、で、これに関して言うのであれば、うん、その EQ の振り幅が、うん、まあ解像度が高いってチュールが言ってたと思うんだけど、うん、そこはやっぱり日本の会社ならでは の、うん、あの作りなんだろうなっていう、なんか今思ったのは前昔やったそのベースじゃないギターの日本製、うん、アメリカ、うん、あと中国、うん、とかにちょっとやっぱりそういうその国っていうのも関係あるのかなと思った。あ、割と本当に日本っぽい作り、一気にちょっと上げるとあの歪みがバカ上がりして調整しづらいとかではなく、うん、なんていうの、ね、親切丁寧な感じでしょ。そう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 、こうなんか作りが細かいっていうかさ、緻密な感じだよね、はい、まあ、だけど、うん、まあきっと、うん、この二大巨頭に、うん、行っちゃう気持ちが分かる、ベースプレイヤーは。あー、そう、ね、最初からこいつに行くかっていうとこだよね、うん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 、この前情報を知っていたとしても、うん、初心者も、うん、まあ熟年プレイヤーも、うん、最初からこいつには行かないかな。なるほどなるほどなるほど、本当に二大巨頭すぎる。うん、まあいいとこ行ってるよ本当に。そうだね、うん、確かに日本のブランドとして、うん、ボスとして、うん、まあいい、そのさっきの EQ の使い方っていうか、うん、解像度が高いっていうのは、まあ、日本ならではだからまあいいと思うけど、そこで勝負できてない。あー、なるほどね。まあひっくり返すほどの、そう、うんうん、そう、サンズ、MXR っていうのをひっくり返すほどの、うん、あの攻撃力がちょっとないから。確かにな。だって3つ比べられたらどれ買うってなったら、そうだね、そこないよね、うん、まあ値段もさ、うん、置いといて、うん、いいとこあるけど、うん、選択肢から外れてしまうっていうのは分かる。だから3つの三つどもえにならない。ないのね。なるほどなるほど。自分も今なんかロイヒさんが言った通りで、うん、多分これの良さに気づくのって、うん、ある程度他を使った後、まあ、要するにある程度ベースを演奏するようになってからだと思うんですよ。こういうベースやってて何回もこういろんな場面でこう使ってみて、うん、自分のベースやこうエフェクター、うん、ここが欲しいんだよねっていう、本当にここっていうところでようやく出てくるかな、はい、なるほどなるほど。かといってじゃあだからといってクロート向けのものなのかっていうと別にそういうわけではない。でもない、別にそのあの解像度が高いっていうのはすごく使いやすいことだから、うん、初心者にもおすすめはできるんだけど、うん、なんかやっぱねえ、そうですね、ブランド力マジ強えわっていう、はいはい、サンズと MXR のギブソンとフェンダーいっちゃうよねみたいな。そうだね、グリッチいかないよねみたいな。そうだね、確かにね、グリッチいかんよなとかさ、そう、なんかそこ感が強い。良さを知ってる人はめっちゃハマるんだけど、それしか使わんって人もいるだろうし。なるほどね。だからキャッチーじゃないんだよね、うん、多分性能としてセールスポイントとして。なんかね、やっぱ ボス界で毎回言うけど、うん、なんかもっとやれよっていう。ベースドライバーって言ってるけど、はい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 、名前をもうちょっと変えるとかさ。あー、なるほどね。この筐体の色味とかもさ、なんかちょっと変えてさ。そっか、どうなんでしょう、その売り出し方として分かる人に分かればそれでいいって思っているっていうのであれば、もう正直このスタイルを俺個人としては貫き通した。なるほどね。逆に
逆にね、うん、もう職人じゃないですけれども本当に技出てくんねえかな。なるほどね。ちょっと何か一つ二つ進化させた技欲しいね。もうなんかこう自分俺はこれしかできませんからってやってる感が。そうかそうか。だからね、こう2代目3代目でこれが出てくる可能性はある。ありますね。全然。はい、場面によってこう使いたいなっていう瞬間があるっていう、はい、そういうことだね。なるほどね。いややっぱ3代目あれかな、ダークグラスかな。ダークグラスですか。ダークグラスか。高いんだよあいつら。本当に リングに上がらせるまでが大変です。そうだよ。 1万円台で買えないんだから。どんな中古でも2万円台すんだよ。もう本当どうしようかな。買うしかない、ね、これ、うん、値段めっちゃ安かったの。あすごくね。そうだね。そうだね。正直ね、これ5000円とか5、6、7000円くらいだったらどう。いや、そうだったら、すごいと思う。すごいと思います。うん、すごいと思う。だから本当スーパーオーバードライバーとかの同じで、DS1 とかと同じ値段帯でこれが出てたら。すごいと思う。すごい。か、もうこれ、それ、そうなったら一択じゃない。だこれが中古市場でも MXR と同じ値段帯、旧サンズとも同じ値段帯ってなっちゃうとちょっとまだまだ。もうちょっとそうだね、値段は出てくるね。コスト考えるとしょうがないんだけど、安売りしろってことじゃなくて、それくらいの値段なら絶対一択に入るけど、やっぱり同じ価格帯で張り合うにはまだまだ。そうだね。それかもう、技みたいな、うん、なんかもう、もっとさらにこれを、ね、そうだね、突き詰めたものを出す、コスト度外視でいいものを作ろうみたいな方向がいいかもね、逆にね。うん、なんかそれ考えるとこう技シリーズが出た理由もなんかわかる気がするんですよ。うん、技とかはさ、やっぱりこの安い普通のモデルってその生産コストも抑えなきゃいけないじゃん。なるべく安く提供しないと売れないからっていうのがある中で、それを度外視してもいいものを作ろうっていうのが多分技の中にあると思うから、そうだね、ボスベースドライバーにも技はちょっと期待かなっていう。めっちゃ見るじゃん。いや作りはいいんだよ、もちろんボスだ。そういう感じですかね。はい、これは批判きそうだな。なんか怒られそう、またおじさんたちに怒られそう。あ、そう。なんかちょっとディスるようなこと言うとすぐ怒られんね。じゃあこのネジいいよ。マジで銀ネジね。ただね、このゴムがね、経年劣化でね、ボロボロになるから。ああ、あるある。ボスだと、あ、あるあるだね。こうね、分かった。これぶっとっちゃう。いや、俺たちが見えてるけどカメラに見えてないよ。全然見せる気がない。いや、まあそうだね。ちょっと惜しいなっていう、惜しいなって感じだったね。そう、決して悪くないし、いいとこもいっぱい見えて、いいとこもすごい俺たちも評価してるけど、本当にいいんですよ。うんうん、自分だったら正直使いたいです。使いたいですけど、今回の趣旨としては、やっぱりその2台級とは頭張れるか張れないかところで考えたら、まあ2倍上げるのはかなり難しいかも。なるほどね。まあしょうがないとこですね、これはね。わかりました。これミラーちょっとやだな。ミラー。いや、ちょっとね、それはわかる。あのね、ミラーちょっと見にくいんよ。多分動画でも、思う、みんな思うと思うけど、ね、そう、どこを今やってるかわかんない。しかもね、あのミラーだとね、あの印刷してある文字がね、消えるの。あ、だからボリューム消えてると思う。ボリュームがブレンド。ね、ブレンド。そう。ブレンドは分かるけど、でもブレンドがどこなのみたいな、上なの下なのみたいな、よく分かんないですよ、これもう消えちゃって。これはもう買った時から、中古で買った時から。ちょっとそれは嫌だね。マジックで書くしかない。マジックで書くしかなくなっちゃうから。そう、それはちょっとあったな。ミラーはちょっと嫌だ、分かる。うん、そんなとこ、うん、そんなとこですかね。はい、ちょっとこんな感じで、今日はね、はい、こんな感じで、まあちょっとね、前に撮ったね、FX ベーカリーと比べるとちょっと低いテンションでお送りした感じになっちゃったかもしれないんですけど、まあただね、こう我々なるべく思ったことをね、はっきりと言いたいっていうところがあるので、別にディスってるわけではないので、ね、いいところを見つけて悪いところを見つけて、なるべくしね、僕たちが思った、ちゃんとね、ベーシスト3人がね、真面目に思った情報を。俺を。あまあ、忖度なくて、ね、そう、忖度なく行きたいと思うんで、我々企業案件ではなりませんのでね、はい、企業案件受け付けてますけど。こんな感じで、あとはね、うん、やっぱボスペダルだから踏みやすい。あ、そう。いいね、いいとこ。あ、俺は、うん、本当にこの形は最強だと思ってる、うん、あ、それはわかる。どんなエフェクターだろうと、うん、この形で
ふっと親を置いた時に踏みやすいのはもうこれ、それはそう、全く間違いない、うん、だってさ裸足で踏めないじゃん他のエフェクター、踏めないし、そう、痛ってなるじゃん、裸足で踏めるのこれはすごくいいと思う、そこは。でもそれがこう今回あんま関係ない、今回の趣旨にあんま関係ないかな、うん、OK、 じゃあ終わりましょう、いいと思う、同じなんで、はい、ね、じゃあまたちょっと新しいベースプリアンプとか買ったらね、はい、またお伝えしていきたいなと思いますので、じゃあぜひまた今後別の動画をね、ぜひよろしくお願いします。お疲れ様でした、ありがとうございました、はい、え、色いい色いい、色はね、分かる、色かっこいいよ、色はかっこいいよ、分かる、意外、これ実はブルー、そうそうそう、ブルーな、俺青好きだから、ブルーかな